それでは続きまして C レジウム AI 時代にふさわしい貨幣制度というタイトルで、駒澤大学経済学部准教授井上智弘先生よりご講演をいただきます。井上先生、よろしくお願いします。駒澤大学の井上です。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、AI 時代にふさわしい貨幣制度ということでお話しさせていただきます。C レジームというのは多分皆さん聞いたことがないかと思うんですが、私は作った言葉なんですね。この言葉で意味はまた後でお話しいたします。で、ですね、今日お話しすることはですね、こちらの人工知能と経済の未来、それからヘリコプターマネー、AI 時代の新ベーシックインファムロン、純粋機械化経済といった本にですね、詳しく書かれておりますので、興味を持たれた方はですね、ぜひ読んでみてください。で、最初にですね、最近議論になってます、AI はですね、人々の雇用を奪うのかどうか、それから格差を拡大させるのかということをですね、お話しさせていただきます。で、その中でですね、キーとなる概念はこの技術的失業というものなんですが、新しい技術の導入がもたらす失業ということですね。別に AI に限った話ではなくですね、最初の産業革命の時にですね、織機、織機がですね、導入されて、それまで手で布を織っていた職人さん、手織り子の人たちが失業してしまいましたと、それで起こった職人さんたちがですね、機械を打ち壊したというのが大統領というのは皆さん世界史で習ったかと思うんですが、で今実際何が起きているかっていうことなんですが、これはアメリカの話です。まずですね、そのすごい単純化してですね、低所得層は主に肉体労働に従事、中間所得層は事務労働に従事、高所得層は頭脳労働に従事というふうに、考えています。で、縦軸が雇用量なんですが、今ここのですね、事務労働のところが、かなり雇用が減っています。これは AI を含む IT によって減らされているということなんですが、コールセンターのスタッフとかですね、経理係、それから旅行代理店のスタッフ、こういったお仕事が今減っています。で、仕事を失った人たちがですね、こちら頭脳労働に行ければまだいいんですけども、多くの人たちがですね、低所得の方のお仕事に移って、しまっています。で、具体的には清掃員とかですね、それから介護スタッフといったお仕事です。で、しかもですね、この転職がうまくいけばいいんですが、その技術的失業者になってですね、それからしばらく就職できないという人もいますのでですね、アメリカではどんどん雇用が減っていっているという状況です。で、具体的なグラフを見ますと、アメリカの就業者数、これ増えてるじゃないかと皆さん思うかもわからないんですが、人口の方も増えてます。で、重要なのはこの人口に対する割合ですね。で、労働参加率を見るとこの赤いグラフなんですが、今世紀に入ってからこう見事に下がっています。ただ労働参加率っていうのは職探ししてる人も含まれるんですけども、これを抜いてですね、就業率という形で見た時に、この折れ線グラフなんですが、やっぱり今世紀に入ってからですね、減っています。これちなみにですね、25歳から64歳というのを取っているんですけども、これはその雇用率が減っている理由がですね、その大学院に行く人が増えたからとかですね、あるいはそのベビーブームがリタイアしているからっていう、そういう理由っていうのも考えられていたんですね。そこを取り除いて、考えてもやっぱり減っているということですね。で、なのでですね、その、AI とか IT っていったものが、その雇用を創出するっていう話は当然あるんですけども、マクロで見て、全体に見て、IT の導入が進んでいるアメリカでどうかっていうと、減っているという状況です。国によってもちろんですね、状況は異なるかと思うんですが、その IT が雇用を減らす可能性っていうのはですね、大いに議論されるべきだというふうに考えられます。で、もっと問題なのは、格差の話なんですが、
まあ、今ですね、ここの中間所得層の仕事が減ってるんで、まあ、ちょっと大げさな話をすればですね、まあ、アメリカでは中間層を崩壊しようとしているということになります。まあ、それがトランプ大統領の背景に、誕生の背景にあるというふうにも考えられます。で、もうちょっと具体的なですね、そのグラフなんですが、やっぱりこの中間所得層の仕事がですね、これ 0% より上が増えているということなんですが、で下が減っているということなんですけども、まあ、この中スキルの仕事が減ってですね、で低スキルの仕事と、まあ、高スキルの仕事が増えている。で高スキルな仕事はこれパーセンテージとしては増えているんですけども、そもそもの分母がですね、少ないんで絶対数としてはここは実はあんまり増えていないということですね。でいずれにしてもこの中スキルの仕事が減っていて両サイドが増えているということが、分かるわけですけども、まあ、これを労働市場の両極化、ポラライゼーションというふうに言います。でこれが起きているがためにですね、この所得の中央値ですね、99人その人がいたら50番目の所得の人の所得ですね。でそれがまあ今世紀に入ってから、まあ、低下ないし横ばいという状況にあります。でそれに対して1人当たり GDP は着実に増えています。まあ、これは所得の平均値と見ていただければいいと思うんですが、まあ、平均値と中央値でなんでこんな差が出るかっていうと、その一部の金持ちがすごく金持ちになると平均値はずり上がるけど中央値は変わらないんですね。でなので、まあ、一般的な労働者は豊かになってないっていうのがアメリカの現状です。でこのギャップのことをですね、ブルニョルソンとマカフィはですね、グレートディカップリングというふうに名付けています。で、日本に関してなんですが、やっぱり低スキルの仕事と高スキルの仕事は増えていて、中スキルの仕事は減っているというですね、労働市場の二極化、ポラライゼーションというのは一応確認できるというふうに、まあ、経産省さんは、言っています。で所得分布がどうなっているかっていうことなんですが、まあ、男性で見ていただきたいんですけども、100万円未満 の, その所得からですね、1000万以上の所得までこう並んでいますけども、まあ、やっぱりですね、低所得者が増えて、で高所得者も増えてるんですが、低所得者の方が、より増えているという状況ですね。でそもそもがですね、一コブラクダのようになってないと、まあ、おかしいんですが、もうすでに二コブラクダのようになっていて、しかもここのへこみの部分がですね、よりへこんできているということでですね、まあ、日本でもその中間所得層の没落っていうのが起きつつあるという現状です。でこちら女性の方のグラフはもうそもそもこの所得分布 の, このグラフとしてはもうおかしなことになっていてですね、まあ、女性の皆さんはぜひ怒っていただきたいということなんですが、低所得層が実は一番多くてですね、で中間所得層はそれよりも少ないという分布になっています。ただちょっとこう丸みを帯びてきてるんで、まあ、少しマシにはなっている。これは女性の社会進出が進んでいるせいではあるんですが、まあ、それにして も, もうそもそもがグラフの形が違うということですね。で、まあ、これに関係してなんですが、最近ですね、まあ、オズボーンというのはその雇用の未来という有名な論文を書いた人ですけども、まあ、クリエイティブエコノミーがこれからやってくるとかですね、あるいは同じようなことなんですが、森永卓郎先生がですね、これから1億総アーティスト社会になるというようなことを言っています。で、実際にですね、その YouTuber とかですね、LINE のスタンプを作る仕事とかですね、まあ、クリエイティブだったり自分を表現するようなお仕事っていうのは実はどんどん増えています。で、まあ、これ森永さんとお話したことなんですが、でそうやってクリエイティブな仕事が増えるっていうのは仕事内容としてはすごくいいことなんですが、所得の面からするとそれは全然その理想的ではないというお話ですね。でさっきお話ししたように、普通 の, その職業の所得分布っていうのはこういう一コブラクダのようになっていて、まあ、これを私は釣り鐘型と呼んでいるんですが、まあ、中間所得層が一番分厚くあるはずなんですが、これがクリエイティブ系の職業になると、こう低所得層がすごく多くて中間所得層がそれよりも少ないという状況になります。これは芸人さんとかですね、それからミュージシャンというのを考えていただければよろしいかと思います。
で、まあ、最近闇営業とか問題になりましたけども、まあ、闇営業でもやらないとやってられないわけですね。この芸人さんの人たちはもうこれ年収10万円以下のゾーンと書いてありますけども、もうここが一番のボリュームゾーンになっちゃってるんですね。で、下手するとその芸人としてもらえるお金っていうのがもう年収マイナスっていうのがあり得るんですね。これは何でかと言いますと、その、まあ、ただで、まあ、舞台に上がって、しかも交通費が支給されないとか、まあ、そういうことがあるからなんですよね。で、一応クソアーティスト社会になるっていうのは、まあ、極端な話ですけども、こういう所得分布に近づいていくということを意味しています。でもうその兆しがこう出てきちゃってるってことですね。この男性の方の分布で見ると、これがどんどんこの動きが進んでいくと、こういう形に近くなっていくというですね、まあ、これ私はロングテール型というふうに呼んでいます。で、よくですね、AI はその格差を生むかもしれないけども雇用を奪うことはないっていう経済学者かなり多いんですけども、もしですね、これ年収10万円の仕事がいっぱいあったからといって、それ所得がある、雇用があるっていうふうに言えますかっていう話なんですね。それ雇用がないって言ってるのと同じじゃないですかっていうことなんですね。で、それで私がもうこれからのですね、AI の時代に、まあ、どうしても必要な制度としてベーシックインカムがあるというふうに思っています。まあ、国民全員に7万円ずつ配りましょうっていう感じですね。まあ、7万円ではすみません、適当な数字ではあるんですが、でこのベーシックインカムに関して私はですね、固定ベーシックインカムと変動ベーシックインカムの、まあ、2階建てにするということを考えています。で固定ベーシックインカムの方は、まあ、最低限の生活保障が目的で、変動 BI の方は景気の安定化が目的で、景気が悪い時にはお金をいっぱい配る、で景気がいい時にはあんまり配らないという、まあ、景気をコントロールするためにこの変動 BI っていうのをですね、導入すべきというふうに考えています。で、こちらの固定 BI の方は財源は税金というふうに書いてありますが、まあ、もうそもそもこういう書き方自体がですね、MMT ポリスの人たちからすればですね、ちょっとこれおかしいでしょっていうふうにこう言われちゃうわけですけども、まあ、ちょっとそこは今日はちょっと置いておきたいんですが、まあ、こちら変動 BI の方の財源が貨幣発行益ということで、まあ、この、ことについてですね、もうちょっと説明したいんですが、まず貨幣発行益というのはシニョレッジと呼ばれていますけども、まあ、シニョール、領主という言葉からまあ発生しています。まあ、これは中世ヨーロッパでですね、封建領主が、まあ、コインを作ってですね、そこから、まあ、利益を得て、まあ、財政支出に充てていたというところからですね、話が始まっています。でなのでですね、例えば10万円の金貨作りましたって言った時にですね、この素材価値がですね3万円っていうと、まあ、残りの7万円は、まあ、シニョレッジ、まあ、政府の、収益になるというふうに考えることができます。で、同じことをですね、まあ、お札について言うと、その1万円札でですね、お札するコストが20円だと、まあ、残りの9980円がですね、シニョレッジということになります。で、まあ、こういう話をするとですね、また今度シニョレッジポリスっていうのがやってきてですね、お前の言ってるそのシニョレッジの定義違うじゃないかって言うんですよね。で確かに日銀はですね、この貨幣発行益っていうのは、まあ、日銀が保有する国債などからまあ得られるですね、収益のことをですね、まあ、通貨発行益というふうに呼んでいますと書いているんでですね、ちょっとお前の言ってることと日銀の言ってることと違うと、まあ、当然お前がおかしいんだろうって言われるんですが、これ元々のシニョレッジの意味はもうこれなんですよね。で、要するにお札なりコインなどを、まあ、発行することから得られる利益のことをもうそもそもシニョレッジと呼んでいたのですね。これが最初の第一の定義なんですね。でそれがなんか最近ですね、まあ、中央銀行がですね、こういうふうに、まあ、シニョレッジというものをまあ定義し直して新しく出てきたこれ定義で、全然普遍的には使えないんですね。じゃあこの定義にもってその中世ヨーロッパのですね、その封建領主の、まあ、収益について論じられるかというと論じられないんですね。なので、まあ、これはあくまでも、まあ、近代のですね、銀行制度の中でしか通用しない定義であるというふうにですね、考えていただければと思っております。それでですね、その貨幣発行益のその
本質的な源泉は何かっていう話なんですが、ちょっとすいません、いろいろごちゃごちゃ書いてありますが、まあ、要するにこの成長通貨という言葉が非常に大事になっていきます。これは経済成長に合わせてですね、お金の発行する量も増やしていかないといけないということですね。で、貨幣っていうのは経済における血液みたいなものなんでですね、子供がですね、どんどん成長していくと、でその体が大きくなるに合わせて血液の量も増えていかないといけない。でそうでないと貧血に陥ってしまうわけですね。で、そういう経済成長に合わせてお金の量を増やす、まあ、そういうお金のことを成長通貨というふうに言います。これは非常に重要な概念なんですが、経済学者によってもですね、もう忘れ去られているというか、あんまり取り沙汰されない概念ですね。で、実際にお金というのはどんどん増やしていかなきゃいけないので、まあ、M2、M3 見てもですね、まあ、こうやって、まあ、順調に一応増えていっています。ただ増え方がすごく甘いんですね。これはマネーストックの、要するに世の中で出回るお金のですね、増えていく割合を表しています。ここに 0% と書いてあって、この赤い方がマネーストックの増大率です。でバブル崩壊以前っていうのは大体もう 8% ぐらい毎年お金の量って増えていってたんですね。それがバブル崩壊して以降は、まあ、大体もう 2% ぐらいで定位安定しているということですね。で 2% ぐらいじゃ全然足りなくてですね、まあ、せめて 3%、4%、まあ、できれば 7、8% ぐらいまでお金っていうのは毎年増えていかないと景気は良くならないということですね。でそれに対してマネタリーベースの増大率っていうのは今かなりですね、変動しているんですが、ここが揃ってないんですね。でバブル崩壊以前は大体揃ってました。でこのまあ分離、まあ、これをですね、またマネタリーベースとマネーストックのですね、デカップリングというふうに、まあ、私は呼んでいるんですが、まあ、こういうデカップリングが起きちゃっているんでですね、だからその金融緩和をしてもですね、まあ、多少は効いてると私は思うんですが、インフレ率目標 1%、あ、2% もですね、全く到達できないっていうのはですね、このデカップリングのせいだというふうに思っています。でこれからですね、 AI が普及していくと、こう潜在的にはですね、爆発的な経済成長が可能だと思っているんですが、その潜在的な成長にですね、応じるだけの貨幣量っていうのを増やすことができるのかっていう大きな問題がこれから出てくるかと思っています。で 今でさえですね、ずっとデフレ不況が続いているんですけども、まあ、潜在的にはですね、もう第4次産業革命以降の、まあ、経済っていうのはですね、まあ、このような年々経済成長率が上昇するようなですね、経済になると私はまあ考えています。まあ、こういうですね、数理的な計算をするとこれ出てくるんですけども、まあ、こういう爆発的な経済成長が潜在的には可能だけども需要制約に引っかかっちゃってですね、まあ、要するに皆さんがお金持ってないからあんまり消費しませんということが起きちゃって、これが実際には実現できないっていうことがですね、起きてしまうかと思っています。でそこでまあ必要なのがヘリコプターマネーのということですね。でですね、まあ、そもそもこのデカップリングが何で起きちゃってるかっていう話なんですが、これは通常の貨幣の流れでですね、まあ、中央銀行が民間銀行から国債買ってマネー供給する。で、まあ、民間銀行は企業にお金貸し出して、でここでまあ信用創造が起きてですね、マネーストックが増えていくということなんですが、まあ、ここがもう目詰まりを今起こしちゃってるんですね。実はもう一つ目詰まりを起こしているのは、まあ、企業がですね、家計に対してあんま賃金が支払わないということで、まあ、内部留保として貯めているということで、これ民間銀行と企業のところでですね、両方でまあお金貯め込んじゃって家計に回ってこないということがあります。で、これを回避するにはですね、これヘリコプターマネーが必要なんですが、まあ、これいろんな定義があるんですが、私は公的機関が貨幣発行を財源に政府支出を行うことというふうに定義しています。こうやって政府紙幣を発行してもいいです。だから目詰まり起こしちゃった経路ではない経路でもってですね、家計にお金を注入するっていう話ですね。あとこれ私が直接的財政ファイナンスと呼んでいますが、まあ、政府が国債を中央銀行に売りつけてですね、でそのお金をまあばらまく。
で、今やってるのは実は間接的財政ファイナンスです。民間銀行を経由して、それでまあ政府がですね、まあ、家計にあまりばらまいてないんですけども、まあ、こういうふうな、まあ、お金の流れっていうのは考えられて、おりまして、で一応これはですね別に普通にやってることなんですね。ただ私自身はもっと政府が借金して支出するなり減税するなりして、ここのですねお金のばらまくところをですねもっと強化しないと、まあ、景気が良くならないだろうというふうに思っています。それでですね、まあ一言で言うとヘリコプターマネーっていうのは貨幣流通の経路を変えることに本質的な意味があるというふうに私は思っています。でこのヘリコプターマネー自体をですね、マクロ経済政策の主軸にしていこうというのが私の、まあ、貨幣制度改革の、まあ、アイデアということになります。で、まあ、いくつかさっき言ったようにパターンがあるんですが、とりあえず私はですね直接的財政ファイナンスが一番いいと思っています。で政府紙幣発行でもいいんですが、まあ結局その中央銀行がですねそのお金の量をまあコントロールするという役割を担った方がですねいいのかなっていうふうに、思っているからなんですが、ただあんまりここにこだわりがないんでですね、まあ、皆さんと議論した結果、まあ、こっちの方がやっぱりいいでしょうってことになれば別にこれでもいいかと思っています。で間接的財政ファイナンスがあんまり良くないのはですね、これ民間銀行を経由するんで、その銀行がですね右から左にお金を動かすだけで、この場合左から右かな、お金を動かすだけでですね、まあ、儲かっちゃうってことですね、まあ、今マイナス金利が導入されてるんで銀行さん大変だとは思うんですが、まあ、基本的にはあの銀行がただで儲かっちゃう仕組みなんですね。だからここはあまり経由したくないということがあるんでですね、政府紙幣発行か直接的財政ファイナンスで、行きたいということですね。でもこの通常の貨幣の流れはもうやめにしたい。だここでお金作って、そのマネーストックが増えていくというやり方はやめにしたいという意味では、先ほどから山口先生とお話しされているような 100% マネー 100% 準備制度というものに私も賛成しております。ただこれはですね、MFT の人からはその 100% 準備は意味がないというふうに言われているので、こう注意してください。で昨日か今日か発売されたですね、ラヌレイ先生の、MFT の本にもですね、まあ、はっきりと 100% 準備をですね導入した気持ちはわかるけどもそれ意味ないよというふうに書いてあります。で私はまだ意味があると思っていて、まあ、これから MFT の人ともですね、まあ、大いにここは議論していきたいというふうに思っています。で、まあ、最終的にはですね、まあ、国民中心の貨幣制度を作りたいということですね、貨幣発行益を国民に配当する、まあ、これ国民配当とか変動 BI というふうに呼んでいます。 100% 準備を導入する、それからインフレットターゲッティングはやっぱ重要だと思っています。やっぱ過度なインフレにならないように、しないといけない、まあ、これら3つを、まあ、全部実現したものを国民中心の貨幣制度というふうに呼んでいます。それでこれまで歴史上ですね、近代以前はその政府中心の貨幣制度でした。で中心って何を言ってるかというと、その貨幣発行益を何に使うかっていうですね、使い方を政府が考えているということですね。でこれは私は A レジームというふうに呼んでいます。ちょっとすごい無理やりなんですけども、アドミニストレーションセンターのマネタリーレジームということで A レジーム。で近代以降は銀行中心の貨幣制度で B レジーム。で銀行が信用創造しているので、その銀行自体が貨幣発行益を得ていると私は思っています。でその使い道っていうのは銀行が考えているんで、これは銀行中心の貨幣制度ということで、バックなんちゃらということで B レジームというふうに呼んでいます。で国民中心の貨幣制度っていうのは、その貨幣発行益をまず優先的に国民に配ってくださいということですね。で使い道は国民が考えますと、まあ、それはそのどういうふうに消費に充てるかっていうことを、まあ、国民が考えるので、でシティズンセンターブ、マネタリーレジームということで略して C レジームというふうに呼んでいて、まあ、これまで A レジームと B レジームがあったんですが、まあ、C レジームはこれまでなかったと。で C レジームというものを、まあ、私は実現したいというのがですね、私の貨幣制度改革のですね、アイデアということになります。
というわけでですね、ちょっと時間になりましたので、私の話はですね、これで終わりさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。それではこれをもちまして第1部現在の家計制度の問題と未来の家計制度を終わらせていただきます。ご視聴の皆様ありがとうございました。はい、それでは、座長さんありがとうございました。下田座長ありがとうございました。この後休憩に入るんですけれども、ここでですね、またいくつかお伝えしておきます。まずご多忙の中、本日おいでくださった議員さんのお名前だけになるんですけれども、ご紹介させていただきます。宮地拓磨衆議院議員、青内宏衆議院議員が足を運んでくださいました。どうもありがとうございます。